こんにちは、チャンシーです。今日も反省会していきます。続いてはカリンですね。カリンもちょっとね、あんまりここね、実際技相性ってあんまり確認しなかった気がするな。ちょっと確認します。昔ちょっと前の動画だと立ち中継がいいとかって話、立ちコアか、立ちコアがいいって話してたんですけど、ちょっとまたちょっと確認します。 OLK がいいって話ですが、あんまりいい感じがしなかったので、ちょっともう一度確認します。まあ、投げられてからの状況ってあんまりよく、前投げからの状況離れてマイナー5プラス5なんで、まあ捨ててもいいんかなぐらいかな。投げ、前投げのリターンが薄い。これはいい体育。ここもね、パルケットの時と一緒で、不利なのに、マイナス2からアックス打つとかっていう、ひどいことやってる。アックスじゃないけど、ダイパン打とうとしてるから、マイナスに背負ったらもう、素直に何もすんなよっていうのが、やっぱり、やんなきゃね、いけないですよね。特に立ち中継とかってなおさら俺もちょっとケチったのはあんまり良くなかったかなって気はしますね。結局ゲージバンバン使ってるんで、まあ結果論ですけど、中盤、しゃがみ中盤プラ2か。だからまあ、読み合いにはなってるね。怖いけど、あそこもなんか押したかった。やっぱ一番垂直が怖いから、やっぱり垂直に対して、安易にホバーで突っ込んでいくっていうのはあんまり良くないかなって気はしましたね。結構特に警戒する相手だったらステップで上見るとかもいいかもしれないですね。続いて2戦目ですね。まあ、ここはまず静かな立ち上がりからスタートだったんですが、今日ね、別の方のカリンともやったんですが、このしゃがみ台系をね、ボリボリ食らってしまって、ちょっと痛い目合いましたが、あんまり投げってそんなに痛くないんじゃないか説が出てきたんで、ちょっとね、投げ捨てるような形で、まあしゃがんでもいいかなっていう。ちょっと投げの発生もちょっともう一回見直そう。確認しよう。ちょっと今すぐには。編集の時に出します。天候スカ、天候スカ、天候倍77。これ怖いっすよね。まあ確かに、これ通したら結構強いっていうか、勝ちみたいな択だから、
狙われてもしょうがないんかなっていう。なんか、あそこは様子見でもよかった。間違いなく EX、アッパーじゃないか。まあ、あれ、食らってしまったら、まあ、画面端プラス、もうダメージ5割ってことで、あそこの防衛戦だけは、しっかり、抜けないといけなかった。これはうまいね。これどうだったっけな、確認したんですよね、一回。うわ、ゴリゴリ有利。プラ7。ということで、ちょっといろいろ確認をしていきます。またね、反省会動画、作りますんで、反省会対策動画作りますんで、ぜひそちらの方もご覧いただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。